皆さんごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による、 BLCD 好き、 BLCD に興味がある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。今日も篠先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は新年2発目、はい、また初物、おい、今日はちょっと泣かせる初物。初で泣かせに来るやつとかあるんですか？だからこそのちょっと私的に神受けさせてもらって思ってます。誰が初か、神谷博さんです。というわけでですね、今日ご紹介するのは小野塚香織先生原作の少年4系という、作品からですね、セルロイドパラダイスという作品を紹介します。まあ、小野塚香織先生いっぱい漫画描いてらっしゃるんだけど、その中の4編短編をドラマ CD 化した作品、これもまた思い出すみたいな感じなんですけど、はい、神谷さん演じるアツくん、16歳の少年、高校生です。で、高校の校門前でアツくんが見ず知らずの謎の男に息子になってくれって言われる。いきなりですか？うん、神谷さん演じるアツくんは最初はまあ拒絶するんだけど、はい、トランクいっぱいの札束と、おお、ピストルを見せられて、まあ、脅されるようにして従ってしまうのね。で、この謎の男っていうのが堀内健雄さんなんですよ。謎の男、暴力とセックスでアツくんを従わせて、アツくんを連れて車で旅に出るんですよ。とんでもないやつだ。この話はこの2人の逃避行みたいな旅のお話で、フルでやっても20分ないぐらいなんだけど、この2人の心の交流だったりですね、最後にはっていうのを聞いていただきたいなと思います。今日聞いてもらいたいところ、少年4系のセルロイドパラダイス、トラックだ と、ディスク2のトラック4から6、はい、だぞ。ダメよ。詰まった。ダメなのよ。まあ、19分くらいですね、うん、聞いていただきたいと思います。それでは参ります。イエスイエス、レディーゴー。うん、おい、あれだね。なに、ちょっともうやだやだ。いつか紹介したいと思っていたオムニバス CD の名作、収録されている4編どれもが苦く切なく少し大敗的で、どのお話も暴力と狂気が散りばめられている重くて切な的なストーリー。脚本の監修を原作者さん本人が行っているため、一つ一つがとても濃厚で独立した短編にもかかわらず、4編に漂う空気は同じ湿り気を帯びていて、セリフ選びが秀逸です。人間の暗く湿った感情をさらけ出す泥沼のような独特で危うい世界観を持つ小野塚ワールドのストーリーはもちろん、心理描写と感情表現の密度が濃くてとにかく重い。そしてそれを演じている各話のメインキャストの皆さんの真摯なお芝居が素晴らしい。秀逸なストーリーとキャストの濃密な演技の相乗効果で魂をぐわんぐわん揺さぶってくる作品集です。そんな秀逸な4編の中から神谷博さんが初受けのセルロイドパラダイスをご紹介したわけですが、お芝居が上手い方は皆さん初受けから際立ってらっしゃるのだけど、この神谷さんのお芝居も神がかってます。相手が健雄さんっていうのも神演技の一因だと思うんですが、死期が迫った男に突然なつられた反抗期の高校生、抵抗していたもののほだされて情が湧き、男に心を許すまでの変化の過程が短編の目まぐるしい展開の中にあっても違和感のないお芝居で表現されていて、男を思って泣く。クライマックスの場面では神谷さんの感情の波で心を突き刺されました。殴られたり強姦されたりと肉体的に痛々しいシーンも多いですが、中盤からの神谷さん、健雄さんの感情のキャッチボールが本当に素晴らしいです。健雄さんが演じる死を目の前にした男の悲哀、子供ながらにそれを受け止めようとする少年、セリフとして描写されているもの以上の感情を声に乗せて表現されているのがひしひしと伝わってくるお二人の会話劇は、一音たりとも逃さない緊張感があって何度聞いても心が震えます。一度世界に取り込まれたら最後までよそ見をすることができない圧倒的な力を持つ CD なので、向き合うのにエネルギーが必要かもしれません。また甘さもほとんどありませんし、収録の4編全てに暴力シーンがあるので苦手な方はご注意ください。ただし各話のキャストによるフリートークが最高に楽しいので、本編が重く暗い分フリートで笑顔になるところまでがこの作品です。少年4系のような文学作品的な BL ドラマはなかなか見かけなくなって久しいですが、単館映画館で上映されるような文芸作品がお好きな方、聞き応えのある短編集をお探しの方はぜひお聞きになってみてください。分かってたけどさ、はい、泣いてましたな、バレてましたな。ちょっと衝撃すぎて私は涙が引っ込みましたファーストインプレッションだとそうなるかも。いやでも好きですね。え、これはメリバ？あーメリバか、これメリバなのかな。割と
とどっち視点でもハッピーエンドな感じはしますけどね。片一歩がなくなるわけですが、うん、でも、ま、死ぬからといってメリバかと言われると私の中でちょっと微妙な感じがしますね。いまいちね、メリバの定義がよく分かってないのしまだ。私の中のメリバの定義は、うん、片っぽの視点はハッピー、片っぽの視点はバッドエンド。あ、この感じだと相手の人は名前もないわけですね。ない、男としか書かれてないのね。まあ、堀内さんが見てらっしゃる男性も最後に心を通わすことができた16歳の男の子に出会えてハッピーだったんじゃないかなとか。ただ神谷さんと堀内さんの芝居がすごすぎて、反応をするよりも聞き入っちゃう方に入っちゃって、このサントラックあるじゃないですか、うん、前半の方の伏線をいくつかこう感じ取ってたんでね、伏線の香りがするみたいなもう途中のほんと短いところで歯茎から血出てるのも、うん、まあ、そっからなんかわなわなしだもんね。だって歯茎から血が出るのはもうあれかこれかこれかこれかみたいな大体わかるわけですよ。一番最後のもうびっくりしちゃったんですけど、えって要はもうすっごい前半の方に言ってたじゃないですか、好きなやついないのかって男から聞かれた高校生が、いやなんか面倒くさいしいいやみたいな感じだったのが、最後の最後でもうすぐ夏休みが来て、その後に初恋をするわけじゃないですか。あー、だからそのだからそこは唯一悲しいところではあると思って、その男に体を物のように扱われてとか、でもなんだかんだ言って従っちゃうのは恋ではなかった、やっぱり同情も最後あったんだなっていう。あとは途中で出てきた謎の男の過去の男にちょっと嫉妬して、うん、あいつよりもいい男だっただろ俺、うん、みたいな、うん、出た男の子のなんかをこう開いちゃったんだよね。私はなんかあの堀内さんがさ、その昔の男との話で今自分がどうしてこうなったのかっていうのをすっごい淡々と語るじゃない。そんな重要なことを語れるようになるまでの葛藤を考えるともうたまらないの。まあだからこれはメリバと言っていいのかどうかっていう論争になりそうですね。私ちょっとだけ思ったんですけど、なんでこんなやり方するんだろうって思ったんですよ。トランクいっぱいの札束とピストルを見せられてって、うん、なんでだろうって思ったんですけど、今回男がこう、まあ、やってるわけですけど、うん、昔それやられたんじゃねと思ってるんですよ。あー、昔の男に。はい、ありそうだね。話の中でしか出てこない昔付き合ってた男、そいつが先に死んで残された方がっていうのをちょっと考えてしまって、なんかなんでこんな風なやり方するんだろうって、だってもっと他のやり方あるじゃんって、変な話買えるしね。そう、こんだけのお金があればね。そうそうそう、まあ、学生じゃなくてもいいし、未成年である理由も特になくて、なんなら一人暮らしで成人してる方が連れ回すには勝手がいいじゃないですか。なんでその高校の校門前で待ってたのっていうところでなんか疑問があったんですけど、もしかして昔同じことをされてもうこういう状態になっちゃいました、やってやろうってなったのかな、だからその話を熱くにしたのかなみたいな、直接は言わないけど、私はこのトランクいっぱいの札束は過去の男からの流し物だと思ってるんで、使わずに取ってあったやつ。私トランクってあの車のトランクだと思ってる、バンって開けた時に。ああ、え、私は車のトランクだとずっと思ってて、本当にいっぱいだなトランクだったらって思ってたの。ちょっとこの謎の男が作ったお金っていうかは、過去の男が持ってきたものを手をつけずに、そっち線の方が切ないね。え、ですよね、うん、まあ、私の想像ですが、うん、私は全部この人仕事も何もかももうやめて、うん、死ぬためだけに全部生産したら、うん、こんだけのお金ができちゃったと。車のトランいっぱいのお札束を想像してたの。これもちょっと原作読んで答え合わせしよう。そうですね、見たい見たい、ね、ちょっと答え合わせをしたい。やばくですか、それで車のトランクに入ってたらめっちゃ笑うんですけどそっちかーいってね。わからない、わからないっていいですよね、うん、一番楽しいですよね、うん、いっぱい想像できる。原作めっちゃ見たいですね。ね、好きですね、あのこの考察が楽しい感じ、うん、なかなかないですよね。いっぱい考えられる、うん、本当にパ
ターンいくつも出せるし、うん、だって私あの最後の裏側のとこ舐めていいって言うじゃないですか、うん、でゴムつけろってでいいよって言ってダメだみたいなあるじゃないですか、うん、でもあれ結局つけたかどうか分かんなくないですか。だからもしかしたらアツくんねえ、ねなってるかもしれないし、うん、その状態になるんだけど夏休みが来て初恋をしてその相手は男なの女なのみたいな、もうアツくんのこの先はさどっちでも転べそうだよね。この相手が男なのかもう普通に女の子にしか恋しない子になるのか、アツくんの未来も想像して楽しいし、うんうん、ケンユーさんやってる男の過去を想像しても楽しい、うん、最後どうだったのかとか、うん、分からないところがいっぱいあるけど話としては筋が通ってるからいろいろ想像できてめっちゃ楽しいです。またお芝居した人たちが上手いからいろんなものを多分織り込んできてくれてると思うの。分かります。ケンユーさんと神谷さんだからそれぞれも多分役作りはしっかりしてるから、うんうん、何かしらの設定を持って演技してらっしゃるでしょうし、多分この2人の間の答え合わせをちゃんとした上で芝居してると思うから、うん、いかにうちらがそれを読み取れるかなんだよね、うん、過去に聞いたやつ全部覚えてるんですけど、うん、ストーリーダントツで好きですね。ストーリーとして上手だなって思うのは見せてない部分の見せ方がない、うん、今日も篠先生ありがとうございました。ありがとうございました。ここだけで終わらせるにはもったいなさすぎて原作を絶対に買おうと思いました。それでは皆さんごきげんよう。